ポーランドのクリスマスはキリスト教世界の多くの国と同じく最も大きな年間行事の一つである。クリスマスの儀式は古代から何世紀にもかけ徐々に発展してきた。カトリック教会によるポーランドのキリスト教家が行われる中で一部の非キリスト教の古い宗教的な習慣が結びつき、その後地域の伝承や様々な民族文化と相互に影響を与えながら広まった。 クリスマスイブの日には装飾され光るクリスマスツリーが今に飾られ、また大抵は教会の外や公共スペースに置かれる。ポーランドにおいてクリスマスはボスナレッドジーニーと呼ばれる。町公設の期間、各々の家庭で行われる特別な行事としてはピエル肉を焼き上げること、そしてクリスマス飾りの作成が挙げられる。ピエルニキはハートや動物、または 聖ニコラウスなどの様々な形で作られる。クリスマスの日、聖ニコラウスは大きな役割を持たないが、成人記念日である12月6日には祝われる。この時、聖ニコラウスはこっそりと良い子たちのもとに、訪れプレゼントを残していく。伝統的に、クリスマスツリーは、ガラス玉や花飾り、その他、彩色された卵、ピカピカの赤リンゴ、クルミ、チョコレートの包み紙、 キャンドルなど手作りの装飾品で飾られる。ツリーとその飾りはクリスマスイブの日、ビギリアの前に明かりをつけられる。また、それぞれのツリーの頂点には星やキラキラとした飾りが取り付けられる。多くの家庭では冬らしい雰囲気を演出するためにスパーク花火をツリーの枝にぶら下げる。時にこのツリーは2月2日の聖母マリアの清めの祝日まで立てたまま残される。 町降雪と公端節の間、星、または、星座の死者は村々を歩き回る。彼らはキャロルを歌い、あるいは死を暗唱し、ショプキやヘロディといった、生誕劇を催す。この最後の二つの風習は、伝統的な生誕劇の会話を受のシーンや野生歌と呼ばれる馬小屋のシーンに由来する。ポーランドでの独特な伝統の一つに、オプマテクがある。これは聖餅の一種で聖歌が押されている。 過去においては、人々はこれらの、生、持ちを、家から家へと持ち運び、隣人たちとクリスマスを祝っていた。現代では、オプワテクは、クリスマスイブの晩餐の前に、家族や、直接的な隣近所たちと分け合う。これは、それぞれの人がオプワテクのかけらを他人と分け合う、ことにより、過ぎゆく年に起きた、あらゆる痛みを許し合い、新たな年を幸せのうちに迎えようと互いに祈る。 ものである。ポーランドでは、クリスマスイブは、最初の節制の日であるとともに、祝宴の日でもある。最初の星が輝き出すとともに、晩餐は始まる。この晩餐では、赤い肉は忌避され、魚が供される。多くの伝統的な料理やデザートからなる晩餐は、時には2時間以上続けられ、その後に、贈り物の交換が行われる。また、 翌日のクリスマスは友人を訪ねることに費やされる。ポーランドの伝統においては、クリスマスは宗教と家族をより近くに結びつけるものだとされる。贈り物を交換することはこの行事において重要なことではあるが、クリスマス飾りや特別な料理を作ることがさらに重要視されている。クリスマスイブの夜、最初の星の現れは、ベツレヘムの星を忍ぶ重要なものである。 この星には親しみを込めて、小さい星を意味するグビアステュカという愛称が与えられている。夕方には子供たちはこの星が出ることを願いながら、心配そうに空を見上げ、星が現れると、星が出た。と競い合って叫ぶ。この直後、家族たちは晩餐のテーブルに着く。伝承では少しのまぐさをテーブルクロスの下に広げ、キリストが、 馬小屋で生まれたことを思い出すよう伝えられる。他にも明くる年の繁栄を願って、それぞれのゲストのためにテーブルクロスの下にお金を置くことなども伝えられる。いくつかの監修は、たま数人がテーブルに着いた時に行われる。多くの家庭ではテーブルに空いた場所を作る。これは、幼子、イエスのため、食べ物が必要な孤独な放浪者のため、亡くなった親戚のための一つ。 席を残しておくことで食事を分け合うための象徴とされる。晩餐はオプワテクを割ることから始まる。テーブルについた皆がかけらを割り取り、キリストとの一致の象徴として食べ、次に家族のそれぞれとかけらを分け合う。いくつかの家族には、ビギリアに十二使徒を象徴する十二種類の、もしくは幸運のために、奇数の異なる料理を供する伝統が存在する。 ポーランドの伝統的なウィギリアの晩餐では、恋のフライトウシカの入ったバルシチが振る舞われる。ポーランドのクリスマスイブの食事として、恋のフィレや恋の煮こごりなど、恋は重要な要素とされる。全般的に、ポーランドのクリスマスの食事は、いくつかの日清料理と同様のピエロギに、デザートのマコビエツや、消しの実が入った麺類などからなる。しばしば、ドライフルーツのコンポートが、 飲み物のために用意される。この晩の残りの時間は、クリスマスツリーの周りでの歌や物語に費やされる。いくつかの地域では、子供たちは、小さな星が贈り物を運んでくると伝えられている。プレゼントは包まれておらず、キャロルを歌う。子供たちは、家から家へと渡り歩き、道道でモテなしを受ける。クリスマスイブは、深夜に、地域の教会で行われるミサである。 パステルカと共に終わる。この伝統は三人の博士がベツレヘムを訪れ、新たなメシアの誕生を証言し敬意を表したことを祝うものである。クリスマスの夜に礼拝を行う慣習は、5世紀、後半より教会へと導入されたもので、この慣習は、ポーランドのキリスト教家と共に持ち込まれた。コレンディとはポーランドにおいて、キャロルを表す言葉である。 12月24日から25日にかけてのパステルカと呼ばれる日をまたいでのクリスマスミサの間、そしてミサの後もクリスマスキャロルは歌われない。ただし、多くの場合は、クリスマスシーズンは2月2日まで続く。カトリック教会で歌われる初期の賛美歌は、中世にフランシスコ会の修道士たちによって持ち込まれた。初期のクリスマス音楽は、 ラテン語で歌われていたが、ポーランドの言葉や、新しい世俗の音楽であるパストラルの旋律が、教会で普及し始めると、その音楽は書き記されることはされなかったが暗記され、受け継がれていった。特筆すべきものでは、ステファン・バートリの宮殿において、すでに歌われていた曲に、1792年に、フランチシェイク・カルピンスキーが歌詞を書いたブク、シェンロジは、 ポーランドのクリスマスの賛美歌となった。1838年には、ミオドシェフスキ神父によって、多くのポーランド語によるキャロルが集められ、パスター・ウッキー・アイ・コレンディゼット・メラディアミーとして、まとめられた。ヨーロッパの中でも、ポーランドは、素晴らしいガラスのクリスマス飾りを制作するとされる。一族や収集家たちは、これらのクリスマス飾りが高品質で、伝統的な作品で、 他に類を見ないものだと評価している。ポーランドの吹きガラス製のクリスマス飾りは通常冬の間にだけ製作される。また、近代的なガラス工房や職人たちは、ポーランド南部の地方に集中する傾向が見られる。ありがとうございます。